のモドキカと呼ばれる。二族二種。新熱帯区の南アメリカ南東部に分布する。全長66、90センチメートル。首と足が長い。頭部に棒状の管を持つ。緩い声がき、鋭い先端を備えたくちばしを持つ。目の前方に逆立った羽毛を生やしている。あまり飛行しないためか、短く狭い翼になっている。 非常に長く、種類によって、色が異なる。指先には、ドロマイオサウルス類のシックルクロウに似た、鋭い鍵爪がある。地上製の鳥で縄張りを持つ。飛翔力はあるがあまり飛ぶことはなく、危険を感じた時は走って逃げる。約時速6 0トルという高速で走ることが、できる。通常単独活外で生活する。主に、 大型の昆虫類、小型の哺乳類、鳥類、爬虫類などを食べる。場合によっては捕らえた小動物や蛇を地面に叩き落として仕留める。果物や種子などの植物質のものも食べる。また、蛇を食べることから、地元の人々からは液長ともされる。鳴き声は大きく、遠くまでよく聞こえる。寒木や低い樹木の枝に小枝を集めて巣を作る。 通常一腹二個の卵を産む。ノガンモドキカは、ノガンモドキメ唯一の原生化であり、スズメメなどからなる、ランドバーズ系統の一員である。伝統的には、ツルモクのガナアモク、オチ自体とされてきたが、ツルメの系統とは、離れている。レッドレーガードセリエマ、ザペ・ペレグリンファンド HTTPS、ペレグリンファンド ORG、エクスプロアラプターズスピーシーズ、セリエマ。 レッドレガドセリエマ。ありがとうございます。